さあここからはウィナーズ勝ち抜けとルーダーズ勝ち抜けで、そうですね、新しく、ここからは、そうですね、はい、決勝トーナメントを作り直して、はい、やり直しという形になります。さあはい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 、さあ、はい、さあ、さあでは、まず抜けたところを見てみましょうか ね、 そうですね、ちょっと抜けたところまとめあるかな、これ書いてないわさあトーナメント表を向きましょうかね、ちょっとすいません。はい、A ブロックが、苗字勢ですね、はい、で B が、玉なしで、 C が、120歳までやる、 D が、そっから南極2号で、 D がガムシャラジャパン、あ、じゃあ、南極2号、南極2号です、そうです、南極2号ですね、はい、あ、はい、すみません、A のミナーズが、苗字勢で、 B が、当日枠ですね、これ玉なしです、はい、そして C ブロックのウィナーズ勝ち抜けは、120歳までやる、はい、で D ブロックは、勝ち抜けは、南極2号ですね、はい、そしてルーザーズの勝ち抜け A ブロックはグッチ会ですね、そして B ブロックは、インモラリスト、はい、C ブロックは、ソモノミチですかね、で D ブロックは、先ほどやりましたね、ガムシャラジャパンです、はい、で一回実況席に行きます、あ、そうしましょうか、はい、さあ、はい、ではここからはいつものルールがあったっけな、ね、ちょっと待ってね、さあどうですか吉尾さん、いやまあそこまで、うん、波乱は起きてないんですけど、はい、まあ、試合的には本当面白いのが多かったですね、はい、はいはい、確かに、やっぱ 4-4 なんてかなりチームが組みづらいがゆえに仲良しで組むパターンが多くてですね、 かなりやっぱいい試合が多かったなという印象です。じゃあちょっと、ルールをですね、もう一回、うん、あ、そうですね、2位抜けは先方固定になるの で、 そして2位抜けは抜けた代わりに、先方固定というね、ルールになります、上の方に今グッチ会、インモラリスト、サモノミチ、ガムシャラジャパン、まず先方固定ということで聞いていきましょう。そうですね、はい、では、グッチ会、グッチ会、グッチ会からお願いします。あ、店内マイクもあった方がいいかな、グッチ会の方ちょっと呼んでほしいです。はい、ちょっと店内マイク一緒にお願いします。あ、はい、じゃあ、グッチ会ですね、先方キャラを教えてください、よろしくお願いします。あ、モラリストも先方誰、そうね、ルーザーズ勝ち抜けは先方誰、先方もう決めといてください、2回転、はい、はい、ではインモラリストは先方2回転ですね、なんかちょっとチョンってつけておいてもらえれば、はい、で、グッチ会はどうでしょう、決まりましたか、それからソモノビチとガムシャラジャパンも、2位抜けの代わりにね、先方固定になりますので、先方を教えてください。グッチ会は、グッチさんでいいんですね、はい、グッチ会グッチさん、グッチさん、はい、じゃあグッチ会グッチさんです、バイソンですね、はい、ではソモノミチ、ソモノミチいるかな、ソモトさん誰もいない、じゃあソモトさんだねさあガムシャラジャパンは、ミルキーさんですね、ガムシャラジャパンはミルキー、はい、はい、じゃあ、コタカのところは、
玉島さんどこ行きました？さあ、誰ですかね。玉島さん、小高、A4 じゃない。赤ブラ。総造さん。誰予想しますか、これ。先方をですね、はい、決めていただきたくて。僕、よろしくお願いいたしますということで。はい、小高来ました。あ、来た。2位抜けなので、先方を固定になります。ここからは。対1位抜けの場合は先方固定になります。2位抜けの場合は、2位同士は大丈夫ですが、大丈夫、対1位抜けの場合は先方固定になりますので、相手チームはこれからです。個人的には誰と思いますか。まあ、でも想像さん逆にがある、うん、逆に小高とかでもありな気がしますけど。あ、はいはい、まあ、ダルシムがそんなにないですよね。うん、確かに、確かに、うん、しかも、インボラリストと当たる場合は、先方を決めなくてもいいので、はい、そう考えると小高とかも、あ、うん、はい、あ、はい、OK、 はい、じゃあ想像フェイロンですね。はい、はい、じゃあ先方全部決まった。さあ、そうですね、では、1回2位抜けの方はちょっと引いていただいて、1位抜けの方々、代表者1名、まあ、じゃあじゃんけんで引く順番決めますか。そうですね、はい、じゃあ4人集まってください。代表者4人集まってください。名字勢何曲？何曲に？何曲に号はあります。玉梨でどこだっけ？いてるよ。じゃんけん。じゃんけんでくじを引く順番ですね。そうですね、はい、くじを引く順番。最初はグーじゃんけんポン、はい、ここでしょう。さあ、さすが1、はい、じゃあ、残った3人で、もう一回じゃんけんしましょう。最初はグーじゃんけんポン、はい、ここでしょう。最後、はい、最初はグーじゃんけんポン、はい、じゃあ阿部民さんから金子くん、大西くんですね。はい、では次に行ってください。なんか急に来たんですけど、なんか大西くんを応援するために来てきたんだみたいな。さあライバルになっちゃった。マゴカメラに見せてください。あ、やっぱり持ってる、握って持ってる、まだ握ったまんま。一回下がってもらいましょう。阿部民さん握ったまんまね、まだ。はい、金子くん、はい、大西くん、はい、はい、じゃあ皆さんこっそり見てもらって、もう一個あります。皆さんこっそり見てもらって一番のカードからですね。はい、はい、ではでは手を引いた方ほらオープン。はい、一番だーれ。はい、はい、じゃあ譲ることですね。はい、じゃあどこ貼りましょうか。何曲から、どこに入るか。さあどこに入るか。ここはチームで相談してるのが大丈夫だと思うから、こっちでどっちかっていうのはグッチ界かなとは俺は思う。一瞬ちょっとゲーム画面、ゲーム画面こっち行きたい。OK、
オッケー。1番1番あ、いいやいいやいいや、1番さあ、はい、1番決まりました。1番左上ですね。はい、南極2号対グッチ会、グッチ会を選択しました。1番札もらえますか。はい、さあ2番、2番の方、2番の方、はい、名字勢ですね。名字勢、どこに入るか決めてください。こっち来てください。はい、チームで行っちゃっていいですよ。見えない、やばい。川端君、ゲームでやりすぎで目が見えなかったます。左側の3番とこだよ。左側行った。さあ、名字勢対インモラリスト。はい、さあ3番、さあ3番引いた方、3番誰ですか。はい、カードください。安倍敏さんのところですね。ラムジャパン、ラムシャラジャパン。さあ、玉出しはガムシャラジャパンに行きましたね。120歳対ソフロモイチは再びやるということです。再びやるってことですね。よろしくお願いいたします。さあ、これで出揃いました、組み合わせ。出揃いました。では、いきます。はい、じゃあではですね、ちょっと準備しつつ、ちょっと準備があります。最初の2チームですね、じゃんけんをして、1P、あ、1P2P決められるのか、はい、1P2P も決められます。1抜け側が 1P2P 決められますので決めてもらって、先方を決めて、席についてください。はい、さあ、はい、じゃあ南極2号とグッチ会は席についてください。よろしくお願いします。はい、さあちょっと諸人部にお待ちください。さあ、ここからトップ8のスタートですからね。はい、はい、ではですね、あと大会試合以外はノー試合 OK になりますので、皆さんそちらはノー試合の方よろしくお願いいたします。さあ、これはどうですか、組み合わせ。南極二号対グッチ会、グッチバイソンが先方ですけど。そうですね、やっぱ結構なんていうんですかね、かなり特殊な人たちが多いプラス、南極2号は仲良し軍団ということで、はい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 、ちょっとね、シャルバイソンが調子悪そうなのは気になりますが。そうですね、まあ、近いまでやってもハナジーさんとか。そうですね、はいはい、ので、まあ、DJ がチュン、あ、 DJ がチュンリーですかね、やっぱ。だと思いますね、はい、やっぱり、まあ、同キャラでは行きたくないですもんね、絶対に。さて、今会場を、会場を今したりして、ちょっと決勝っぽく、せうですね、決勝っぽくしてるんで、ちょっともうしばらくお待ちください。さあ、私も連日の実況で、なんか悪意がある。今大平さんにちょっと周りを映してもらってます。まあ今ちょっとライトアップしてるんで、はい、まあ今会場はこんな感じですね。さあ、
場前とかインタビューを受けます。それ以外のどこなんか先輩に行くのさて、ちょっとですね、ここからも一応決勝ということですので、試合をやるチーム以外ではですね、ちょっと座っていただいて、皆さんね、決勝の、皆さん画面をですね見やすくしていただきましょう。いや違います、違います。いや今ゲーム画面なんで、よかったらこの雰囲気映してほしいな。はい、ごめんなさい、ちょっと皆さん座ってください、座ってください、よろしくお願いします、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、皆さんちょっと座っていただいてですね。あ、じゃあ僕やります。はい、雰囲気だけ、スタートの雰囲気だけ伝えて、それで終わりでいいや。でコールしたら切り替えるから。さあ、すいません、今会場の雰囲気こんな感じです。ちょっとすいません、さっき映ってませんでした。さあこんな感じです。今もう先方は今座ってますね。はい、セロさん大丈夫ですか。 OK、 じゃあこれお願いします。はい、ではですね、皆さん2019年今年も待ちつつ、はめられつつ、怒りつつ、波動拳だけで殺され、ソニックブームだけで殺され、皆さん2019年もお疲れ様でした。いよいよね、今年まだまだイベントは続きますが、とりあえず大きなイベントとしては締めとなります。そうですね、フォックス、はい、いよいよ決勝トーナメントとなります。皆さんですね、応援声援のほどよろしくお願いいたします。それではですね、ワンピースミタースタートボタンを押してください。よろしくお願いします。始めましょう、拍手。さあ、南極2号対愚痴会、さあやはり準備で、さあやっぱ準備できましたね。はい、さあワンピー側がシャンガイさん、ワンピー側が準備という決勝となりました。さあいきなりターン当たって、アイジ、アイジ、さあこの準備にアイジの勝ちというのがバイソンのバイソンね、準備する難しいところですが、まあ、ポイントですよね。さあまずはゲージは持った、飛ばすね、アイソル、これはうまい、これはうまいですね。さあ、こんなところに失礼しました、グッサ、申し訳ございません、グッジバイソンですね。さあ、さあポケットバリア、これ100円取りだ、ここのバイソンがどうくぐっていくか。さあこれでチュンリーがもう頼りましたもんね。ちょっと難しいぞ。さあ歩いて投げ、さあどうか、どうする、さあこんなところに刺さっている、タンパンチが読まれると非常にきつい。さあ100列バリア、さあまず先鋒戦は草チュンリー、さあ次はさあ鈴木ザンギですね。鈴木ザンギですか、 DJ に行くかなと思ったんですけどね。そうですね、鈴木ザンギはちょっと意外ですが、何か策があるか。うん、さあ気候系のピヨッピヨッてやべえ、ピヨッちゃやばい。さあここで、ここでパイル、パイル、パイル、めくって、めくって、ガメ足いってる、足いって、ガメ足ついとく、ついとく、ほうほうほう。いや圧力でしたね。圧力、鈴木ザンギこれ気合い入ってますね、これ ね。さあやはりソルトイヤもチュルメラキスイがダイエットが入る、どうだ、前に歩け、前に歩け、前に歩け、ガードは硬い、一回避けてから迂闊に回らない力合いが足までが刺さる、さあ詰めて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 、しゃがみをキック、ここはガードが間に合った、どうだ、バニシングはちょっと隙大きい、アイシップ、100列バリア、100列バリア、上がっている、
あ、ちょっと開幕これは難しいぞ。どうだ、しかしダイエットはしっかり、まあ、カラキャンテーションが非常にうまいですね。さあ、百裂バリア厳しい、投げに行ったところ、チュンリーが投げている、タッチダイキックを置いてやる。さあ2敗しましたね。ちょっと難しい形になってきました。さあペイロンを出したいところだとは思うんですが、草ちゃんかなりペイロン制やっててですね、はい、相当な対応がないので、さあ、あ、倒す前に決まったか。本人もですね、チュンリーフェイロンで負けるのはもうチュンリーが悪いと思うので絶対に手の下がって言ってますからね。さあダルシムで来ましたね。さあカマシムさんが来ましたね、はい、さあどうだ、なぜかヨガストドライバースペシャルが当たってるが、遅めに行く、遅めに行きましたね。ここでがガードしてるが、投げて投げて、これに当たる、どれ当たって、どうだ、しかしじゃゲージを持って、難しいところ暴れて、じゃあショーパンが当たっている。ヨガファイヤーが垂直に当たっている、そうだ、ブラストが読み通り画面端のダッシュ、テンションを潰ししつつ、いつにかここは投げをカクラクで返して、ゲザをガードした、遅め、ヨガファイヤー、あー振っちゃった、難しいぞ、ゲザをガード、投げる投げる、スイーペルゴー、よくそこで割り込んだね、割り込みましたね、今リバーサーインフェルノがないダルシムですが割り込んでいきました。さあ A4 がいきますね。A4、 A4 が座りました。ダルシム対ブランカってなんかこう過去いろいろ歴史がありますね。まあそうですね、非常に歴史がある、すみません。さあ2人とも癖のあるプレイヤーなのでかなり荒れた試合になりそうですが、なぜか攻めまくってるカミオシム。さあダメージが、あまり対応する気がないが、さあ刺さった、ミスったところに刺さっている今ゲダン行きました ね、 ね、さあ倒す気満々のゲダン、あー暴れていく、期待値ローリングいますね。さあ殴り合いならわしが上だと、そうですね、不安ばかりのこのブランカ、疲れが対抗、これ出していく、あ、打ち、さあヨガファイアボードにならないのはカワシム、ダッタイキックを2回目電気が打ってるのに、さあ遅めだ、乗っかるぞ、乗ってる、さあテレポがリバサなので後ろ、さあリバサない、テレポゲーダン、ここでゲーダン見てからなわけがないと思う見てからのわけないと思うけど、まあ立って伸びたかもしれないね、立って伸びたかもしれないいやでも確かでもあそこであれを選択するのがすごいですよね。でもあの直前ガードがあるから、はい、あのね、直前ガードがあるからさあ大将話、立って伸びたかもしれないけどさあ話フェイロン、さあ噛んで、そうですね、これは相当フェイロン有利だが、花地さんかなり久しぶりなので大丈夫か、スーカーシゲダン、コンボもしっかり、しっかりいきますね。リバサ投げをちょっと失敗したのかな、今起き上がり、そうですかね、多分早い伸びでいったと思うんですが、さあ対空が出ない、後ろでレックでちゃったとかですね、そうですね、レックが1、レックから投げる、投げる、レック投げる
なんかうわーピヨッピョーおよそブラカフェロンっぽくない首輪って思ったかそんな今攻め方でしたよね。およそブラカフェロンにあらず試合でしたが表噛んでるのはエフォブラカやり返していくさあなぜか突然の支援だったがちゃんとレッグ見ていた。さあ反撃しかない。ここも支援中断。さあ相手のドット。さあやってきた。A4 が勝ち切って1回戦を突破ということですね。はい。いやレッグ見てからしゃがみショーパンチにすかして噛みましたね。よく支援の後とかね、そんな、そんなことできたね。さあ次は、はい、これが雰囲気です。焼き鳥さんのあの顔がちょっと面白いんですけど。確かに。あのはい、さあインモラリスト対名字勢、さあ見ましょうか。対金子。金子ですね。決勝点見てから金子がいるんですもんね。確かに、まあ、なかなか露骨にバイソン有利っていうのはいない感じですかね。うんうん、むしろルートがあるんでなんとかしないと確かに非常に厳しいというところでしょう。さあ2回転はかなりガイル戦はガイル戦はかなりこれで、ね、半分以上勝つんですよ。半分は負けるけど半分は勝つ、はいはい、そういう戦法を取ってくるので完全2分の1 そうですね、2分の1は行こうどこです。はい、さあ裏切っていく。なるほど、このずらしオーバーだけで実はきついっていう ねあるんですよね。さあショーパンから電キャンジャンプが目立ってない。高いが投げる。投げる。しかしぶっ込んでいきましたね。開幕しゃがみ大キック。さあさあどうだ。ここでタッパーが当たる。ダメージが来ている。さあ H OK。 一回ガードしてからここで出て、さあ先に打って、投げたままで変える。ゲージが保る。さあ見てからサバ短パンチがバレてる。投げる。投げダイエットが当たる。刺さって高い高いがガードして、ここでガード。ダイヤシュダイヤシュうまい。ダーダーンパンチあまりにもターンパンチでしたね。逆にね、逆にさあ今隣に小高がいるんでちょっと聞いたら逆の逆だわ逆3回と言ってます小高が逆の逆の逆らしいです。逆の逆の逆さあ次は誰が行くかな。坂部、まあ、これは行くしかないって感じですかね。もうね、坂部こと文鎮フェイロン。さあ一時期はね、あの話し込み見つかって相当フェイロンって言われてましたけど、うん、まあやはりバイソンの対策もかなり確立してきて、はいはいはい、まあ、やっぱりバイソンだと、まあ、立ち回りはバイソンでしょうね絶対に。あしかも結構羽もやばい、よく似合うようにしましたね。はいはい。そしてヒットバックにもしっかり2回転しっかりしてますね。してますね。しかもあのタメも結構ねしゃがみくらいと、入れっぱ逃げとか確かにそうだ、こうやらあちょっとアッパー仕込みが
察し一瞬だったので難しかったそうですね。リバサレックにはアッパー仕込みです。はいはい、まあ、黄金連携ですね、ペイロンの。なので、まあ、やっぱりバイソンだということでね、この組み合わせ終わってますね。さあしかしうまく相手取ってるぞ。さあここで一本勝ちした。おっとまたもやアッパー仕込みがあるだったが、さあヘッドが溜まっている。さあ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 、しゃがみ強盤にダスト刺している。今のは読み通りと言っていいでしょう。そうですね、うん、さあここはあの小高をもってしてスト2騎士会と呼ばれる男まあその小高が今隣にいますからねさあ川端が出てきました。さあ川端龍おっと勝利出なかった。これは奪われさあ波動波動、しかしもうゲージが溜まってるぞ。2回転はやっぱ乗るとかなり強いですから ね乗るとね、かなり自由なスタイルになってくるので、溜まってくるアッパーダッシュアッパーがッパーちょっとまたもやちょっと高かったんですけどもさあ2回転乗ってきました。さあ前詰めて、さあゲージを溜めに行くのかな。ゲージ溜めに行きましたね。さあ詰めて、元ゲーダー少しなんですかね。そうですね。さあ前に飛びが全部入っている。飛びが全部当たっている。リードはバイソン。さあ真空出してうまっ足払い暴れていく。あー出していった出していったぞ。さあモラルとは何なんだという哲学的な話だったんですね。さあこうなると残った坂本は非常にきつい。さあこれはきついですね。しかしほんま頑張ってほしい。投げる投げる、あさかさあアパカが当たれば勝てるっちゃ勝てますが、どうだ2回転がここで溜まってしまう。差がありすぎる組み合わせだが見てから見てからいった。体育アッパー投げ る, 投げる。さあずらしつつも打たなきゃいけない。さあここはしゃがんでましたね。そうですね、投げられても OK という感じでしょう。相打ちで OK というところ飛んでいく。ダッシュバイソンは溜まっている。下体がしゃがみ強肩が当たる。しかめすかし投げバイソン、なんてったってバイソン。さあ2回転バイソンが4立て。さあ、いやー2回転バイソンでしたね吉尾さん。いやなんで2回1回彼のターン来ますよね、はい、確かにいやー非常に素晴らしい、素晴らしいと言っていいかどうかちょっと謎ですけども勢いに乗ったプレーをね、勢いでしたよね、見せてくれました。逆に名字勢はかなりモラリスト多いですからね。はい、さあタマちゃんがすごい映ってるあ、創造さん、あ、創造さんじゃないよ、大西さんだこれ。さあ審判はセロテープさんですねさあ創造さんが先方決まってるので、そうですね、はい、まあ DJ でしょうね。まあそうですね、うん、さあ OK です。さあ120歳までやる対ソモノミチ。さあ
ソードフェイロンに対して、大西 DJ ですね。大西 DJ でしょうね。これはもう DJ でしょう。まあもう当然ですよね、うん、ただやはり想像は何かあるんじゃないかと、うん、パワーを見せてくれます。昨日もね、トパンのチャイトは彼残ってましたよ、はい、あ、そうなんですか、はい、ベスト32ぐらいだったな、千何チームの32ですね、はいはいはい、さあ、刺さった、レッカー刺さる刺さる。さあ、まあ大西 DJ もしゃがみチームパンチ合われるっていう、なんかもう確かにちょっとすごい暴れ方をしましたね、うん、さあ、エアスラ踏んでしまう、エアスラ当たらず、もう一回もう一回、いやー、しかし前に歩くや、エアスラの壁は遠い、さあ飛ぶが、どうだ、亀梨が来てる、しゃがみ中キックが強い、避けて、もう一丁当たってる、投げ返しが非常にきつい、さあ、なーっとダブルソバットが刺さる、当たって、こっから詰めるのがしんどいですね、エアスラが非常に強い、さあ打ちまくる打ちまくる、さあスライディングが冷たく刺さり、まずはフェイロンを下しました。さあやはり小高ですね、さあ小高がいきますね、さあワンピー小高ツーピー堀市 DJ、色変えてきましたね、色変えてきました、さあさっきはほんま大激戦でしたからね、大激戦でしたからね、さあ台足2回転目、お互い削りのみというまだダメージ、さあお互いかなり打ってはいるが、いつ飛んでくるんだというのを見ながら打ってますね、最速ではない、しかし打ちミスはないですよね、相手1回ミスだから、さあジャック大、これは難しいところ、この距離で打つか、残り17カウント、このダメージ差でガイルが勝っている、勝っている、これでガイルが勝ったでしょう、勝ってましたね、あのスタブがちょっとポイントでしたよね、もう最後歩くしかないってところでした ね、完全にそこにスタートが刺さりました。さあ開幕歩きを警戒して、中足を警戒して、お互い何もしたいというね、はい、はい、ありがちな話です。さあ今度は DJ がやや有利、やや有利ですね今、しかしやっぱ歩くのかいけない DJ の方がちょっとね、うん、後手になってるはいるんですが、飛んだ、投げる、投げる、思い切った、これでアッパー打ち取って、さあガエルリードを保てるか、一回冷静にいく、アイストレム、さあ刺さる、刺さって、あー垂直読めてる、垂直読んでましたね今。さあ向こうは警察が出るか、お坊さんが出るか、警察が行くかな、警察が行きたがってます、むしろ、あ、いや、いや、瀬尾純理ですね、お坊さんですね、 お坊さん、いや、これはむしろこれで瀬尾くんが負けた場合はゆうじまさんの怒りがアップして、あ、まあ行くというような、はいはいはい、そういう形です。さあちょっと私最近のこの2人を見てないんですが、はい、一時期はかなりね、ボコボコされてたんで、あ、そうなんですか、へぇ、かなりやっぱこの街が上手い準備に対して、ね、はいはいはい、どうしてもね、ダメ取れないっていうことになってたんですよね。さあ、戦列が刺さる、なんて手を出したところでした ね、なんか特に瀬尾チュンリーは中足そもっと当たらないところで待ちながらソニック見てっていうのがうまいんですよ、はいはいはい、なるほど、なのでもうちょっと現実のところで絶望的な、ね、はいはいはい、感じになっちゃいますが、まあ、自分の形を持っているんですよね。さあこれは出していった、出していったぞ、さあサバ警戒したが、さあゲージ溜まる、さあ上下しっかり、ここで踏まずにまずは出して出させて、どうだ、ドライブ、リバースピン、リバースピン、
あとここで相打ち取って普通に投げましたね。まあ、さっき、ね、さっき下段だったのでというところでしょう。さあ、ゆうめがさんに赤村を取っておきたかったが、まあしょうがないでしょう。しょうがないですね。下がり機構、ブランカ戦の最終兵器、確かにこれをやって、さあ、対応には抵抗のあるセオチュンリ、もうゲージが溜まっている、これでホッケー、対空戦列、冷たい対応が着地でドンピシャ。ブランカはなんかこう着地フリット多いですよね。そうなんだよね、これさあ、チュンリーのキャラパワーを遺憾なく発揮している。バックジャンプで OK、 ゲージさえ溜まればもういいでしょうと。そうですね、ガードガードしてても特に一応の下がり機構、画面端でも有効。さあ下がる、この絶望感どうする、どう来る、とんでも下がればいい。さあ気候圏の相打ち、うますぎる、の判定がでかすぎる、逆気候汚くない。さあ入ったぞ、入ったぞ、受け止め、あーバイジャンプで逃げている。残り13カウント、さあ詰めて、ここからドライの問題が、スピーバー、スピーバー、さあ大将が玉島、玉島、玉島バイソン、さあ完全対応バーサスドロシアの玉島、これは見ものですよ。ドロシアになるってことはそこ突破する能力あるってことですかね。まあ確かにね、はい、さあもうゲージが、もうゲージがたまる、この距離で、この距離の気候が強い、ジャックパックもいいやというところですね。飛びまくらない気候圏モード、バイソンがたまらない、もうこれは確定削りでまず一本背負う。さあ気候圏、冒険下がったので相手取られない、ここの分だけワンの転生が間に合っている。気候圏、気候圏、さあ無理せずカラキャン転生、あまりにも硬い下段が入る、完勝あまりに硬い、硬すぎですね、これがセロチュンリー、小高、赤村、玉島を3立て、いや終始ね、あれしたよね、チュンリーペースでしたよね、これがチュンリーの強さだと、強さだって感じですね、ところ出しましたね。いやさあ次はガムシャラジャパンか、ハハハハハ、今ちょっと負けたチームが反省会してますそうですね、今確かに、いや負けたチームの反省会が今すげえ面白かったですねさあ始まります、さあ始まりました、3回戦は、まあ、4回戦ですね、ワンピーガーがクロッチブランカー、ツーピーガーはミルキーベガー、さあこの試合も長くなりがちですよね。
結構これブランドウールなんですけど、はい、個人的にあの結構ベガの腕の見せ所なんじゃないかと。まあそうですけど、あれなんですよね、そのベガが体力リードしてゲージを作るっていうのが、まあ、結構思念のあだなんで、そうですね、ほんまに難しいんですよ。おっとジャンプ中から引っかかる、おお取り切った、取り切りましたね。よく今でもジャンプ中から飛びましたね。その最初さえ削られなければ待てるんで、それでなんかこうやりつつ、全然まだここからあれ、そうそう、ブランド行けますから、ね、もう 1回余裕負けてもう行っちゃいましたね、はい、そうですね。ただまあベナさんは結構まあ緊張感のある感じかなと思います、はい、さあ乗っかって乗っかって、さあ当たる、さあ逃げた、今の最後はうまい、重ねは中キック中心ですね。そうですね、さあ相打ちはちょっと美味しくない、ブランカが美味しくないですよね今、これはめくりになる、めくりになりましたね今、さあ最後に逃げ切る、さあブランカを撃破、さあいかにヒロヤンを擁するこのチームとはいえ、やはり誰が DJ を倒すのかという話になってくるので、アベビンホンダですね、アベビンですね、玉なしは、さあここですか、全く今あれですね、マッチモードですね、マッチモードですね、お互いがなかなか、あれと100かからないぞ、そうですね、これかなり払い蹴り削り確定、なかなかこう試合が動かない組み合わせになりますよね。おお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 、めくって大一丁をしゃがみダイキック、待ち切ってから殺しに行きましたね、おっとおっと今危なかった、危なかったですね、100巻対空、さあ大いちょうして、さあ見ながら、もう一回大いちょう、出していく、出していって削り切る、それあの弱最後とかに、ね、見てから100回やないと ねあれされるとかなり目がきつなるんですよね、ちょっと一度削らせてくれよ、そうなんですけど、速攻でラウル流、さあラウルさんもとてつもなく丁寧な流ですが、このアベビンボードしっかり処理しきれるか、それが非常に大切なところです。うまい、これ最大ですね、まあ出させて、まあ詰将棋ですね今のは、しかもですね、あのもし足払い出して失敗しないようにね、立ち技系でやってきました。さあ危険球は打たないようにしてるが、そのモードをなぜか見て頭突きを打ちまくるアベビン、さあ行ったところに真空、おい頭突き逆に続き逆に さあ足払いが刺さる、さあ追い払って追い払って、足払いが刺さる、もらった、危ないぞ危ないぞ
ズキ、ズズキが行く、飛んでいる、飛んじゃー、アベミズズキ、ズズキ危ない、やりてー、これがアベミンだ、アベミンホンダですね。これがアベミンです、これがアベミン。トーコンチュンリーですかね、もう次。さあトーコンチュンリーですよ。はい、さあ、はい、アベビンモード継続中か、アベビンモード継続中なんですけど、まあ、ホンダ戦が全員でもアベビン戦が全員かどうかってまだね別の話ですからね、はいはいはい、うん、さあ今のチャンスの100です、うまかったです ね、これ体力ちゃんと年賀で外してしっかりしたんだ。さあラウンド2とな、うまく飛行圏を飛べるかというところですけども、急体育まずでやってくる、さあ体育してるぞ、大一丁1回目、次は月まで逃げ る、さあしかし体力はホンダがリードいいですね今。さあ続きいって、アベビンの頭突きがなんかすごい、ゼロだったどうする、垂直してだろう、あっとっとっと100巻が当たらない。逆が勝ちましたね。さあだからすごかったですね、すごかったですね、逆でしたね完全に。さあここでジャマル・バルロフ、さあ今日バルモード当たったぞ、トコさん一時期バルモード戦やってましたか、どうだ、テンションが入る、返して、ゲタン、これをガード、ハイクローを飾る、出してきた、出してきて、ゲタン、ガブリガブリガブリガブったガブったガブった、いやイエスアイルですね。トコさん投げたごちゃって投げて、さあどうする、さあヒョウをやっているが高さよくわからない、やってここは我慢している、おーっと、おー空中スクワット、マジで上手くない、今の上手いっすね。さあ中台がいかなかったが、テンションで出て高野くん垂直ガムリガムシャラジャパン、イエスアイルですね、トーコンさんの、あ、トーコンさんの合言葉、イエスアイル、完全にガムリに来ました。さあしかし最終兵器、最終兵器ですよ、スト2回で最も危険なとこ、さあヒロヤンが出てきました、ヒロヤン、ショーパンしっかりと勝利、勝利これがヒロヤンです。出したヒゲック、 S ホークは通常ザー強い、どうでしょうか、飛んでいく、回して、今のジャックだ、チューパチ、チューパチ、ああ出た、しげった、今のジャックだったってことはちゃんと飛んでからのダブルバスター入力なんですよね、確かにね、あの、はいはい、ジャックだから昇竜もジャックだし、そうそうですね、一発でこけるしということになっております。さあ大将対決、さあヒロヤン対アジ DJ、もうこんなんないかもしれないですよこの組み合わせ、あの S 効果で結構いけるんですよね、もう X と違ってまあまあいけます、もちろん DJ が有利だと思いますが、
サプライズ、これは危ない、危ないのが来た、飛んでいる、飛んでる、さあここまでいけず、あ、速い、ジャックが速い、削り圏内だが、どうだ、ずらし、しゃがみ、チューック、そっちが来る、どうだ、どうだ、センターに避ける、飛ぶ、飛ぶ、投げ返し、投げ返した、ケッシュの投げ返し、飛ぶ、飛ぶ、バックジャンプ、あー、しっかり待っていてば、さあ、ハディ DJ 世紀の仕事をしてましたねガムシャラジャパンの勝ち上がり、1-2です、 1-2 です、いやなかなかあれですね、やっぱり非ロボットの恐怖ですね本当にあーです、結構ね、あの DJ 側の S ホークだとしゃがみ中パンチ一択ではないので、はいはいはい、結構ね使う技とかいろいろ工夫してくれますね。さあもう2回転がもう準備してますね。座ってますね。もう早く早く早く来いよみたいな感じですよね。来いよという感じですね。さあ始まりますよ。さあワンピーガーが。決勝トーナメント準決勝ですね。準決勝ですよこれ、はい、南極2号対、インモラリスト、リスト2回転バイソン対草チュンリーですね。さあまずは投げて投げ て、ここは ここはヘッド出さなかったですね。さあなんといってもこれ小物道で対魔所同士ですからね。そうですよね。さあリード取ってんの草チュンリー、バリアからの戦列でいい、何でもいいと言ってますから、谷川さん前に出て掴んで削りに行く、いやいきなりあれですね、剣崎のギャルティファンとも来ましたね。この短パンチはね、先ほどは短パンチ切ってる草チュンリーでしたから何か見えたでしょ、立ってるポイント見ましたかね。確かに、うん、今度はガード下から切っていきました。はい、ヘッドを出す、めくりからおっと表に出てしまった、下段が刺さる、刺さって、さあ飛んでいく、飛んでいって、さあトップ、ヘッド止まらず出して、どうだ、まだ出せない、さあここで出したが、スパコン読みのバックジャンプですね。さあラントさん、あとやアリーチ取っている、アリーチ取っている、さあ大失敗、大失敗、大キックでアリーチ、バイソンリード、疲れないが止めない、池田が刺さる、アリーチ止まって、状況はバイソンが有利、どうだ、ダジ大パンチ、ダジ大パン、2回転が雪辱を晴らす、今日2回転乗ってますね、乗ってますね、今これで5連勝ですからね、5連勝ですからね。さあもう決めないとダメですよ、はい、殺しましたよ、あ、ユーズル DJ ですね、ユーズル DJ ですかね。さあ今ヘッド、さあ今度も
球を抜けながら相打ちを取っていくという組み合わせですね。そうですね。さあしゃがみ込みキックに、ね、しゃがみ込みキック、 DJ が勝ってるが、ってるがどうだ、うまくやっていった。ガードして、ここは間に合わず、しゃがみシューキック、強気ボタンを押す、強気ですね。バックジャンプ、バックジャンプバレてる、踏まない、できるパンチ、さあうまく避けた、うまく避けて、ダッシュアッパー、投げた、運がいい、運がいい、運がいい。さあ2択が下だ、さあ一気にピオ出して、ああ、あんたまさか、あった、あんたまさか、まさか、どうだ、さすがにこれは、さあここで次は、さあ次はどうでしょう。ここはなんかペコさんっぽい雰囲気ですか。そうですね、うん、あ、ペコエステンですね。さあエステンなら全然いけるでしょう、うんうん、多分通常の振り合ってもエステンが勝っちゃって波動拳もどんどん押せるので、はい、さあ全然剣が通常だって勝ちながら波動拳打ちまくればというとこですが、今ちょっと波動を飛び越したときにちょっと打ってきましたね、打ってきましたね。さあ使ったよ、ライガー投げたのはエスケンの方、今の投げ返しでかいですね。さあ波動モード、エスケンの波動が速いぞ、一発当たる、あーこれは大足波動してしまった。さあ相打ちをうまく取っていく、繋がって、さあどうでしょう、ちょっと譲れ昔ゴーケンさんいたので、はいはいはい、エスケンさんちょっと慣れてますかね、飛ぶしかないみたいなところと、そうですね、まあ、このですね、ここは勝利を待っている、まあ球の回転はもう圧倒的にしてるんですもんね、圧倒的ですからね、開幕歩きだけしかし下がっておりました。さあ相打ちで DJ がもう結構、さあ強気に投げ返し、さあ行く、さあ行く、ジャック繋がった、繋がった、繋がっちゃえ、投げる、投げる、いや勢いで持っていきましたね、勢い持っていきましたね。さあ出てくるのはヒレチュンディですね、さすがにヤクトに出せずと、そうですね、いうところですが、さあチュンリーとしてはやっぱり DJ に勝ちたいが、 DJ でも全然一発ねあるので、はい、さあ行く、行く、おっとチャカミコパンサーさせて、さあ見て、これは三角飛びしてしまった、三角飛びしたのを引いてしっかりジャックですね。打ち合いですよね。そうですね、でプラスしてゲージで溜まるのをちょっと止めないといけないというような感じになりますが、ここででもちょっと待っててますね、うん、ポイントとなる相打ちを狙いのところがしっかりと待って、お互い動いてから動くという形になっています。さあ再びヒデ得意の気候圏モード、ヒデは気候圏かなり早いので、早いですよね、うん、これを崩すのは非常にきつい。さあどこで相打で引っ掛けるか、飛んでいく、飛んでいく、飛んでいく、バックジャンプ、バックジャンプ、飛んでる、バックジャンプ、これは削りきれない、気候圏的、気候圏
飛べ飛べ。さあエアスラが刺さるぞ。飛べ飛んで投げ て, 投げて、さあ中盤と中足で中足が勝つというねあれですが、飛んでいる、飛んでいって逆転入らない、いった、エアスラ飛べ、飛びが入る、飛びが鋭い、さて先ほど同じく DJ ソークと、ソークですね、ここでもう焼き鳥ソークですから。しかしもうさっきのチームといい、エスホークが最終手段みたいな感じ、なんかそうですね、なってますね、やっぱりね、ディーシャルレポーになってますよね、まあ、やはり焼き鳥ひろやんの、まあ、このやり込みぐらいですよね、はい、この2人のやり込みを見てはそう思わざるを得ないというところです。さあ焼き鳥エスホーク、さあエスホーク、さあ避けてからしっかり行きたい、ずらしホーク、ずらしここだ、来た、さあ勝利当たる、来るぞ、低いちょっと早かった、大丈夫、パンチ太鼓見ている、当たる、当たる、じゃあバックタップ、最後太鼓している、さあしっかりとしゃがんで待っていた、しっかりしゃがんで待っている、ジャックが出ている、冷静に待って、余計なダメージは食らないで死ぬ、さあ待ってた、これはこれは完全にハマるパターンか、完全に終わるか、仕込んでいる、終わった、一回掴むとこうなる、前に歩く、前に歩く、つらだー、さあダブル入力、仕込み入力、ダブル入力、お見事これあほんまあれですよね、全世界に S ホークの恐ろしさを教えてますからね、ボラでしっかりやってますから ねちゃんと先止めに勝利しとって、 その後ガード確認で弱点を出してからのダブル入力ですから、はい、これもねやってます、しっかり技術ですからね、さあシャルバイソン、シャルバイソン、これもあー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 、なんだそれ、回してこっからが追加ガード、これはリードしてるけどゲージを溜まると、溜まると、ああいう位置でやりましたね、確かに、これは難しいぞ、突っ込んだらやられる可能性があるが、まあ、全然ありますもんね、バイソンはいかれていけない、三角の、ここでホンドル、ここでコンドル、コンドル、やっぱアウトです、やばいぞ、これはやばいぞ、ヒット確認、ジャイガーだ、掴んでいる、これが昇竜呼び合い、ヒット確認、ここでさあ A4、 さあ大将がA4 フランカー、正直 S4 か相当いけます、さあ様子を伺ってる焼き鳥、ジャックパスを押さない、飛びてけ、とっとっさあ静かに立ち回って、静かに立ち回って削りしかないが、
通常なだけで勝とうという心持ちか。心持ちですね。どうする、削りで結構持ってってるが、さあどう詰めていくか。ショーパンで止めてもしっかり A4 が待っている。さあ確定ですね、確定削り一度と。これはもうちょっと時間が、あの三角にはタチ中パンチなんですね。タチ、そっからしかもアントビけるんで。はいはいはい。さあ歩いた。がどうだ。さあローリングで割り込む。飛ぶ。がここまで。ちょっと漏れたけど。まだブランクが状況有利。おお、バックス読み。じゃあ中上リング。冷静に中盤、あのバックストが熱かったわね。そうですね。いやしかし熱かった。いやさあちょっとコメント見ましょうか、得意が年末はめられるの恒例行事。いやね、私バーサス設計時間ちょっと遅いんですけど、はい、大体この3-4の終わり際なんですよ、はいはい、大体誰かが焼き鳥さんに回されて回されて終わっている、終わっているっていうですね。冷静マンとかして山中。いやでもコメントありがとうございます本当。さあしかしあれですね、次は120歳までとガムスラジャパンですから。やはりこの闘魂対ユーベガの、あ、そうですね、指定対決が指定対決やっぱ気になりますよね、はい、いやー、しげるさんのイエスアイルーが聞きたいですね僕。さあ準決勝第2試合。さあ準決勝第2試合ですね、はい、さあどうやら、先方が決まってるので相手と決まってますね、はい、はいはい、準備 OK でしょうか、皆さんちょっと座ってください、よろしくお願いします。ちょっと周りの皆さん座りましょう。はい、では始まりました。さあガムジャパはミルキーベガーで、120歳のメダルは黒岩ホンダ。さあ黒岩さんはもうちょっとベガ戦が疑心暗鬼になりつつあった時期もありましたが、やはりベガ戦が好きでやってますね、ずっとね。めちゃめちゃうまいですよね、昨日バーサスやったんですけどね。やはりあの湯浦さんとの特訓がね、やっぱ生きてます。さあちょっと静かだけど前飛んだ、投げました、前この投げ返しができるのは相打ち。ここも削り抱きで、しかし本田勝ってる。なので何か起こさないと。さあしかしめり込んだ、削って。さあここはもう本田待ちモード、行くしかないか、もうダメだ、投げる、客観して投げてももう間に合いませんと。さあ後ろでユーベガさんの視線があると、まさかベガに負けねえやろなみたいな、あの非常に怖い見つけありますが、さあ突き割り込んでいく、もう一回しゃがみをやって、おいちょ、もう一回いって内返し、ワンチャンス、ミルキーから内返し、あーホーバーいけなかった。さあない、ホーバーうまい、どうすこいって、あここにがしっかり最高のスキリーズ突きを入れる。さあ再びここはラウールですね、まあ、先ほどはアベビンモード食らってしまったので、ここは仕事をしたい、投げている、投げている。しかしこの黒岩ホンダもかつて横浜でひたすら流刑戦やった男、はい、だけ扱いない、じゃあ打ち、ファン押し返していく、
足払い波動。さあここで打たない、冷たく足払い体育。さあ進化で追い払って、追い払ってもう無理だろうと、これで一波動、無理はしない。さあ一度と波動、波動のさらに追っていく、追っていく強い行動ですよね。今逆波動もしっかり追ってきましたね。残り一度と分かっておりました、はい、勝利だけしっかり打っていく、足払い体育、この声を見逃さない。勝利だけ、今度はきっちりと仕事ができた。ラウールきっちり仕事しましたね今回は。さあしかしまだ一進一退ですね。このリーをどうするか、そうですね、非常に。さあ大西 DJ がいきますね。さあ大西君はかなり流線好きなんっぽいですよね。一般的にはちょっと龍有利と言われていますが、はい、かなり龍戦、ガイル戦ちょっと自信ありというところでしょうかね、うん、さあしかしラウルさん今の勝利でだいぶなんか落ち着きさを取り戻したんでしょうかね、はい、しっかり避けてゲージを貯めて、今のしゃがみ方も冷静ですね。うまいですね。もう無駄なダメージさえ食らわなければいいんじゃないかというところだが、正面から行って表からしか投げでピヨっちゃえべえだろ、投げでピヨっちゃえべえだろ。さあ踏み込み、なあとは勝利を潰している。うわこの踏み込み、さあちょっとしゃがみ大ファンキャンセルミスったが、この踏み込みえげつないですね。勝利を受け、さあしかし諦めてない。あーしかし足払い当たらず、いやすら当たる。さあ DJ なんで、はいそうですねはい、永田さんのおっしゃる通りです。さあ闘魂順にキャプテン、さあここは仕事をしたい。さあ仕事ですよね。さっき DJ 負けましたかね、はい、なのでここは勝ってゆうべがを引きずり出したいというところでしょう。確かに。さあ東郷さんもここは冷静にダメージ食らわないように丁寧に攻撃打ってます。対して大西君はやはりちょっと強気に打って画面端に寄せていくと。そうですね、そしてダッシュアイパッチ体育見ている、投げました闘魂、これもカード間に合う、カード間に合って、飛んでいく、しかしリードは間に合わず、さあリード取った、気候体育、気候体育逃げて、逃げて中盤チワシ、逆に前ジャンプ、新しいかぶり方、かぶり方ですね逆に。さあここに来て新技投入の闘魂中にチームの重圧をしっかり背負って DJ に貸したい、下がりつつエアスラ打つ、大西返し、さあ冷静にいく、打者キック、当たる、タイパッ第一投げを強気にいく。さあチョイス下がりエアスラからのあれですね、割とかなりオリジンは強気にエアスラ打ってますね。確かに、さあ最初見てる、タイク、さあガブリいかない、ガブリいかないですね。さあ冷静闘魂、さあどうだ、ここは当然打たない、前歩きを見て当然打たないという選択肢、ね、さあ打ち合いから、さあ徐々にラインを DJ が上げて表一発でピヨッチャやばいでしょう
さあ大将は、恥関西勢恥 DJ 岸和田から来てます。さあ同キャラ、同キャラは関東でなかなかできませんからね、はい、先ほどは見事な同キャラを勝っていたハジ DJ ですが、さあ強気に打ち合いが、やっちゃって、どうだ、まず先手を取ったのはハジ、まず先手取ったのはハジ DJ、 ここはバックシャンプ、バックシャンプ無理しない、しっかり避けてが画面端は近づいた、中盤押し返して、今のはちょっと強気に打つ、垂直受け、ジャガビ中盤投げられて OK、 ジャガビ中盤に変えているが、さあ前段ヒットした、どうだ、間に合わない、飛んでいく、この1ラウンド目を見てどう変えていくかですが、今度はリードを取ったのも面白いので、しかし当たっちゃった、なんかこうね、さあ対空、ハジさんのエアソータなんかの見てから見てからもうまずくて、なんかスザキが混ざってきて、あ、はいはいはい、なんかまずできないですよね、なるほどなるほど、なので結構打ち合いに強いというイメージがあります。しかしお互い前ジャンプは少なめ、さあうまい、ここでとんでも落としている、やはり同キャラやってる関西にちょっと分があるが、ここは我慢、ここは我慢して、もう一発上げる、チッパー暴れ、しっかり待った、しっかり待っている、さあ瀬尾か夢がか、夢がでいくか、瀬尾か、確かにね、これもしも瀬尾が行きますね、瀬尾さんを負けてからの方のゆるがってボタンの方が多分気持ち的にいい気がしますね、さあ瀬尾対ハジは3オンで確か組んでましたね、そうですね、さあここで点戦列を出していく、投げる、さあそして、ジャイリサで互角対決もしてますからね、そうですね、はい、その時かなり DJ を練習して、やはりチュンリーは有利なところをね、はい、しっかり出すという練習をしてきたので、さあ関西が誇るハジ DJ といえどもちょっときつい部分もあるか、ここは見てから行ったが、弱だった、弱でしたね、飛んで下段が刺さる、無理はしない、投げる、しっかり待っている、しっかり待っている、今の待ち方うまいですね、さあ打ち合いからまた始まりました、一回ガードしたのはチュンリー、さあお互いゲージは持ったぞ、さあ対空してる、対空してテクニが入った、これはいったか、いったー、さあ大将が夢が、さあさあこれは見ものですね、 DJ 対ベガ、いやもちろんベガがきついんですけどね、はい、わかりませんよこれ、もう切れてますからね絶対に。さあバックジャンプしか逃げたか、このがジャンプジャックマンが非常にね、そうなんですね、まずはゲージをために走るところにダメージを取ったから、まあこのダメージというところ、まあベガとしては多分想定内ですよねこれ、さあ無条キック、投げて刻んでから投げたので何かしら出題、バックジャンプジャーキックうまく使っていく、投げたの夢が、投げる、投げる、投げる、あーここは出していく、出してきましたね、ソバットカーニバル、
スライディングやったのが今意外でしたね。そうですね。コアガード、まずはゲージを貯めたい。さあ踏んで、これはダメージ使っちまう。ここで画面背負わ、背負わせない。そういう立場でいきますか。ここ逃げる、ここ逃げる、ジャグダバトル、これは間に合わない、危ねえ、歩いたところにジャック、めくりを投げる、投げる、投げる、まだ分からない、ロータ投げる、投げる投げる、これが夢か、これが夢ですね、投げりゃ勝てるんだろうと、投げる、投げる、投げ返した、投げる、さあ距離を置いてバックジャンプ、ここで計算が入る、投げ る, 投げる、いやすらいやここでイエスアイルールが来ましたね。いやハジさんなりのそのベガ対策がすごい見れましたね今。あのバックジャンプジャックキックとかが、うん、その合わせてね、もうゲージ貯める頃には、うん、かなりリード取ってるっていうのがすごかったですね。あの画面端を背負わせるかなと思ったら下がって距離を作りましたね。はい、あの固めに行かれるのもベガかなりきついんですよね、うん、あの、うん、垂直ショーキックで乗っかられるのがね、歩きローキックめちゃめちゃ強いんですよね、歩きショーキックが。なるほど。いやでも今のは見どころありましたね、すごい勉強になりました。こちらもさあ決勝ですか。さあちょっとインタビューですかね。さあ決勝ですけど吉尾さん、これはどう見ますか。南極2号対ガムスラジャパン。いや、やはりスト2の歴史も長いですけど、闘魂さんが優勝リーチとーいうのはちょっとね、はいはいはい、スト2の歴史が変わると言っても過言ではない。新たな歴史 が歴史がここで生まれてしまうということなんですけど、さあここで大会主催者のマッツンさんにインタビューをしてもらいます。あれもう OK かな。 OK ですか若松さん。はい OK ですか。はい、したら、どっち側だ、左側、そう、トーナメント表がねえや、左側、左側が南極です。南極、左側抜けた南極2号から、じゃあ先、やっていきましょうかね。したら、じゃあ、まあ、先ほどね、立役者は、一番最後で、したら、ツイッター上で醜い争いしてた、どっちにしようかな、どっちにしようかな、草くんからだな。はい、そういうことで、じゃあ決勝戦です。決勝戦いよいよ、そうです、これです、決勝になりましたけども、一言ずつコメントいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。いや長丁場、あでも今回意外と早いね。さあ意気込みを。あ南極2号の、チュンリの草です。そうですね、ちょっとこのチーム4人はちょっとそれぞれの事情でそんな今 X できてるわけじゃないですけど、なんだかんだここまで勝ち上がってかなり不思議な気分で今やってます。でまあ僕はこの前のエクサー取ったばかりでチームメイトのシャルさんも一緒にいたんですけども、エクサー勝った2人がまだこういうフォックスとかかける後の大会優勝した人いないんで、初めてその名誉をねもらいたいと
頑張りたいです。応援お願いします。確かに勝ったらあれだね、シャルクサが2連覇になるわけだね。エクサーからのホークスで、それしたいところだね。したじゃあゆずるくん。はい、ゆずるです。まああれよあれよとここまで無事に1位抜けで来れたので、まあこのままね、見てる、このまんま、まあ DJ ね、はまあこのまま勝ちます、頑張ります。お疲れ様です、シャルです。今日まだ本当に一勝もしてないんで、ちょっとでもいいとこ出せるように頑張りますんで、ちょっとだけ応援してください、お願いします。はい、こんばんは、 A4 です。なんか今回は結構同じぐらいの年の人だと、まあ、組んで出てるんですけど、まあみんななんか頼りがいがあるんだかないんだか分かんないですね。まあ俺も結構このゲームやってきて、なんかまああまりこういうことがなくなるかもしれないかなって思った時もあったけど、まあなんだかんだ来ちゃったから、じゃあ優勝目指して頑張ります、よろしくお願いします。いやー、 A4 君は多分これはあれだな、勝ったらまた泣くな。久々にまた泣くな、多分な、この流れはな。さあということで、じゃあ逆側、今までの大会の中で初じゃないの、初決勝戦、ガムシャラジャパン、ガムシャラジャパンというよりも恥ガムシャラジャパンというよりも恥プラス3。さあ、じゃあリーダーはね、一番ケツにしてる、じゃあじゃあミルキーからもらおうかな。はい、じゃあ決勝戦意気込みをお願いします。決勝戦は初めてなのですごい緊張してますけど、ガムジャパンの一員として決勝戦を戦うことを、こういうふうに思っております、頑張ります。ハジジャパン頑張ります。あ、どうも、アミン、あ、ガムシャルジャパンのハジです。僕もですね、決勝は今回が初めてってことで、まあ、さっきの試合の勢いそのままに、DJ の強さを関東に見せつけたいと思います、よろしくお願いいたします。あ、ガムシャラジャパンのトモンです。はい、ちょっと初めての決勝で緊張してるんですけど、ちょっと決勝は勝ってでっかい花火打ち上げるぞ、ありがとうございます。まあ東郷さんの戦い方は緊張してる人は関係ないんじゃないかなというふうに思ってたんですけど。まあとりあえずあれですね、初決勝戦からのそのまま優勝、それは歴史的瞬間に僕ら立ち会ってしまうかもしれない、そういうような感じをももきでも見ていきたいと思いますので、じゃあホークス決勝頑張ってください。さあ、では、準備していただきましょう。さあ、再び実況解説は、メインマイク、吉尾紫でお送りします。さあ、1P、2P は、じゃんけんで決まりましたかね。はい、ガムシャラジャパンが 1P 側で、はい、はい、先方も決まったようです。はいはい、では、本日、ラストになりました決勝戦、皆さんね、歴史的瞬間に立ち会うのかそうではないのか、この瞬間を見届けていきましょう。皆さん応援よろしくお願いします。ホックス2019決勝戦スタート。さあ、先方ミルキーベガにユーズル DJ ということですね。これは DJ 取りたいですね、絶対に。 DJ 取りたいところ、まずは下段を行く、下段を行く、投げる、下段を攻めるが、ここは一旦様子見。さあ、最後は悟る、さあ、状況はまだまだ5分、暴れてが正確にヒットしている。さあ、大きくリードを取りました、ユーズル DJ。 あとは
きたいところだが、どうだ、練り込んでいる、練り込んでますね、何かですね、今のはボタン4つ押しの投げ返しですね。そうですね、さあ、リード一発でありますが、取ったベガがこのままいけるかといえばそうでもなく、さあ、ベガがどう詰めるか、最後、キャプテン、ここは須田が刺さる、エアスラ打って、ダイパンが強い、ダイパン置かれて、最後ガードした、確定取って、確定取って、投げる、DJ が今リスクない行動ですよね、今の投げは。まあ、投げ返されてもっていうのは、ね、もう全然痛くないんですよね、状況的には。さあ次はラウール龍、さあ先ほどは本田戦でね、かなり、ね、取り返してきたと思うので冷静に DJ 戦を運んでほしい。さあ体育波動、体育波動、まだ真空は使わず、さあ足からミスった、投げ返している、投げ返した、まあこっから立て直せるか、中波動弱波動ちょっと使い分けつつやってます ね、 そうですね、勝利を受け、ゲージ効率も考えつつだが少年しゃがみ大パンチでピオル、これ目の前にあれ出されたらかなり技潰すんですよね、かなり潰す上に、DJ のこのピオリティすごいですよね、すごいですよね、確かに勝利を出してちょっとずらしましたかね、そうですね、さあ当たってる、竜巻で逃げる、竜巻で逃げて踏んで、踏んでいる、バックジャンプ、真空出して、真空で出して追い払って、さあ DJ はどっかで飛ぶか、ここで打っていくか、どうだ、ミスは許されない、ミスは許されない、打っていく、打っていく、足払い足払い対空、さあ何度目、さあ開幕ズラシファイヤーでスラを飛ばしました、飛び入る、飛び入ってほぼほぼゲージがどうだ、タイミング勝利、タイミング勝利しきっている、よく出した、さあゲージが溜まって DJ から非常にやりづらい、さあこのファイヤーがでかい、ここ無理しない、下がってファイヤーでいいか、タイミングミスだが、まだどうだ、竜巻逃げ、竜巻逃げ、さあ2本目が止まる、対空真空波動出し、見事な対空真空、さあ次はシャルバイソンですね、さあこのゲージを回収しつつ対空真空は見事でしたね、うん、終始落ち着いた立ち回りを見せてくれました。さあシャルバイソンが来ました、今日言ってる通り勝ちがまだないということだって、ここで勝っておきたい、ね、ここで見せたいですよね、さあ近づきつつハントビできるパンチ出して、出したレンキャンクレイジー、ボンベアシャルバイソン、あの垂直に対して勝利当たらないんですね、できるパンチがね、かなりいい使い方をしてます、しかしガード、ダイヤシを差し返す、ゲタが入ってタンパーが当たる、タンパー当たって、しかし投げは中足波動で返しちゃう、おっと出していった、避けてから、うおうまい、うまい、飛んでいく、ガード、ガード、さあフェイントかけて、さあどういく、結局出た、さあ打たざるを得なかった感じ、しかしでもまだまだ一進体ですもんね、さあここで
3人目、さあキャプテン、キャプテン、ガムジャパンの総帥が、ガムジャパン総帥、これは辛さ的にも勝っておきたい。そうですね。しかし確かにね、中野でやってるこういう話ですよね。お互い進歩、進歩っていうのは進歩、東郷さんちょっと前じゃない。個人的にはあれですね、シャル、A4、ユーズル、僕同い年なんでね。なるほどなるほど。新人類世代なんで、その世代ですね。 A4 君と一緒ってことは確かあれですね、安倍も世間的には時々桃地君と同じですね。そうですね、はい。さあお互いゲージ持って、しかしこの場合はまだまだチュンリーかな。しかしやっぱあのアッパークレイジーがあるから、まあ、うかつにはちょっとは出せないですけどね、はい。さあスタイルグリードはチュンリーなので、バイソンはそろそろ仕掛けないと、刻時間が終わっていくぞ。あらー、ここでアッパークレイジー、振り向きクレイジー、ジャンプしっかり見てましたね今。あのバックジャンプ見事でしたね。うん。あとジャパン当たらない。当たらないが。どうだ。ここは当たらない。今のところチュンリーペース。またこの展開。落としていく。アントリーから掴んで。おっと。ダブル掴みは失敗だが。今のダイパンチ、ダイパンチ、さあ踏ませて削っていく、削ってガムルか、ガムルか、あとあと1回、同じガムリは通用しない。ガムリが通用しなかったですね。しかしでもよく出しましたね。出しましたね。よくここ見てましたね。なんかあのさあ大将ハジ DJ、さあ大将走りで残りがでも A4 草ですね。 A4 草ですよね、はい。まあ、キャラ的にいけるっちゃいけるし、やっぱ草がきついですね、はい。そしてもちろん、まあ、これもなんかゴム臭いっていうか結局バイソンだと私は思ってるんですけど、はい。まあまあでも DJ がその対処しきれるのもありますよね。ですよね。なのでまあまだまだ分かんない感じなんですが、投げる、投げる、これは意表をついてちょっと受け目取りづらい。さあリードしているのが DJ で、歩いて調子上手すぎですね、ちょっと。さあしかしダッシュアップしてきた。やっとアントリーが低い。ここはもう詰み状態というところでしょう。そうですね。さあリーチですよ。いやいや、まだまだ、あ、うん、まだまだまだ DJ。 さあ止め、ここはパラリンピック中中と刻んで、あ、おっと、ここは間に合わないが、大地が入る、投げ返す、中段、中段、中段で倒しきれないが、ここでリーチですね。そうですね、失礼しました、これでリーチです。失礼いたしました。さあシャルバイソン、ここでお面を離していくか、どうだ、エアスが打つ、打って、しっかり DJ の技に当たらないようにずらしていきます。さあ止めた、バックジャンプ、これで溜まって、このカードカードですね。さあまだまだ当たったぞ、寝かせて、掴んで、ダイヤシー投げる、勝ったのは南極2号、ガムシャラジャパン歴史を作れず。いやシャルが最後やってくれましたね。 DJ さんめっちゃうまかったですね。うまかったですね。あのちゃんと我慢すると我慢して、そうですね、行くときにちゃんと相手の技引っかかんないように、うん、タイミングをその取られないように、そうですね、しつつ
行くときは投げたり、はい、あしゃがみダキックがね、はい、非常に素晴らしいタイミングで置かれておりました。いや、素晴らしい DJ 戦、まあ、最後に本当ね、うん、シャルのいいところが出てよかったですよ ね、はい、さあこれは本当チーム全員の優勝と言えるでしょう。さあ優勝インタビューではお願いいたしま す。さあマッツンさんにマイク変わります。インタビューはお願いします。いやー勝ちましたな。いや、A4 が泣くかなと思ったらシャル君が泣いてるかシャル君が泣いてんのか。泣いてない。あ、そう。さあ、シタルちゃん、大丈夫かな、映像の方大丈夫でっか。はい、シタルちゃん、なんだろうな。じゃあ、決勝は、じゃあ、出番のなかった草から行こうかな。あ、A4 から行こうか。A4、うん。先ほどね、チーム頼りになるんだかなんねえだかみたいなこと言ったけど、超頼りになった気がするんだけどさ。使える。あ、こんばんは、A4 です。いやー、優勝しちゃいました。まあ、最後シャル君が、まあ、ここまで全然勝ってなかったんで、ちょっとなんとか、ね、一回なんとか一回勝てればっていうんで、ちょっと応援したら全部勝ってくれて、最後はまあ、自分も結構このゲーム長くやってきて、多少ちょっと余裕、心の余裕がある状態でプレーができるようになったかなと思ってて、で、まあ、チームメイトも結構やっぱり強いキャラ使ってるけど、みんなちゃんとした仕事をするのってやっぱ大変なんで、まあ、自分が、まあ、ブランカとしての仕事ってやっぱりどうしてもキャラ的にちょっと難しい面もあるけど、まあ、それでもやっぱチームワークでなんとかやってきたっていう感じなんで、まあ、これは素直に嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ草くん。あ、草です。すみません、ちょっと言葉が出ないです。かなり嬉しいは嬉しいんですけど、そうですね、でもなんかすごい仲いい感じの4人でやれて、まあ年もユーズル、A4 君言ったけど年も近くて、まあ特にユーズル A4 は僕が宇都宮ってとこで X 始めた時に本当によく切れてくれた2人で、その2人と組めたっていうのはすごく嬉しいですね。ちょっと泣きそうになってきたんで、この辺でとりあえず優勝できてよかったです。ありがとうございます。はい、したでしょ、ゆずるくんだね。はい、優勝できました。ありがとうございます。優勝しました。ね、今日はやっぱ仲いいような良くないのか最後までよく分かんなかったですけども、まあ緊張しないのがやっぱり今日一番なのかなと思って、いつも大きい大会だと上も動けないので、まあ、その辺でみんなすごい仲良くできてよかったかなと思います。ありがとうございます。したらじゃあ最後、ね、の1回も勝てなくて貢献したいですと言っていたのがどうよ蓋を開けたらということで、シャル君お疲れ様です。最後ようやく勝てることができて、美味しいとこ持ってっちゃってなんかすごい申し訳ないなみたいな、いやすごいとても嬉しいですね。このチーム組むってなってすごい3人と仲良くなって、で結果組めて優勝もできてすごい良かったと思います。ありがとうございます。はい、ということで事前エントリーが24チームで、当日エントリー6チームということで、120人けど、あれか、唐揚げ丸くんがね、用事で来れなくなって1人欠場してるので、119人の卒プレイヤーが、なんだ、結構がっつり頑張った大会でしたが、ね、まあ、2大進行、まあ、3大進行か、ルーザーズも含めたら、とかとで、まあ、プレイヤー参加者の方々も、もうね、もう何度も大会やってますからね、もうみんな協力的で、今回の大会は予想してたのよりもね1時間ぐらい早いんだよね、終わりがね。なので非常にスムーズな大会で良かったと思います。で結果としてもガムジャパン惜しかった、歴史が動く瞬間に立ち会えるかなと思ったんですが、歴史は保留、歴史は保留で、また次回ということで、あ、永田さんはあれですね、今この世界戦ではガムジャパが優勝するあれはないと。なので
生まれ変わると最近流行る異世界転生系で頑張ってもらえればと思います。ひどいな。そしてあれですね、優勝した南極2号チーム名はともかく、うん、がね、エホー譲る草くん、もともとね、非常に仲良く、そこに中野からだね、シャルくんと草くんが非常に仲良く、この4人よくつるんでね、ほんと見かけてたし、実際チームくんの回数とかも結構多いよね。シャルとエホーと誰かしら、譲るとかが、で、SS と組んだりとか、いろいろこの4人絡みのね、非常に多いんですけども、もう本人たちも言ってた、そのエクサ、未完者向け大会、エクサ優勝からのそのまま次の大会、オックス。なら、もしくは、かけることが、エストとか、優勝っていうのが今までなかったあれなので、まあ非常に、もう、優勝。まあそしたら次ね、かける後もその流れで、ね、いければなぁと思います。ということで、今回の、フォックス12月29日、大山ニュートリで開催しました、スーパーストリートファイター 2X44 大会フォックスを、119人、頂点立ったのは、南極2号、A4 草、譲る、シャラ君の4人でした。皆さん拍手。さあ、ということで、あれですね、年内の僕の大会、企画してる大会が終了と思いきや、あさって、まあ明日のあれですね、12月30日、月曜日にビッグワン、で、フォックスの高野祭、いつもの卒イベントですね、ビッグワンさんでやりますので、そちらの方もよろしくお願いします。で、火曜日は通常の東大戦スタイル、に、長田正月が、やってくると。西日暮里で長田正月と握手みたいな感じで、どこでもできるわ、みたいな。ま、ルールはね、この間ツイッターでも見させていただきましたが、参加人数、ま、デフォルトはま、正月大晦日なのでね、そんな多くないんじゃないかなと思うんですけども、15人対15人だったら長田正月を、各チームのリーダーがそれぞれ、やばい、ちょっと相手チーム練習してる、ちょっとストップしないとみたいな感じで、チームのピンチに、長田正月を召喚すると。まあ、シューティングでいうボムみたいな感じの。で、参加人数が10人増えるたび。要するに、15対15だったら、3回。20人対20人だったら4回。25人対25人だったら、5回と。まあ、ドドンパチ最大王者みたいな、ボムの回数が増えると。長田ボムシステムで、都内戦。長田正月明けましておめでとうスペシャル年越し一つやらせていただければと思いますので、暇な方、JR、ね、西日暮里、八尾線沿いですのでね、大晦日終電以降、終日運転のはずなので、ちょっとフラッと遊びに来て、長田正月をお参りして明けましておめでとうございますということで、近隣の、ね、神社などに初詣行けばいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、フォックス、皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。